はい、こんにちは、ふなつです。暑いですね。今日は僕のこのコペルボニートを売りに出しますので、まあいろんな細々したところが分かるように、ディティールの動画を撮ってみます。こちらの車両はですね、まあ宮瀬自動車コペルボニートという名称の自動車です。こちらが中身は、K11 型のマーチがベースとなっていて、その宮瀬自動車さんが、このようにこうバンデンプラプリンセスをねこう復刻させたいっていうか、そんな感じで、作り上げた自動車になります。まあ外観はこんな感じですね。もうこの形がね、そのバンデンプラのね、特徴的な形ですね。このフロントですね。まあよくできていると思います。ね、とってもいいと思います。じゃあちょっと中を見ていきましょうかね。車内、こんな感じですね。エアコンついてます。で一応聞きます。ですね、こちら登録時は5人の登録なので、定員5名乗れちゃいますね。エンジンかけてみます。で、これ走行距離がですね46万キロで、僕が乗ってた時は結構調子よく動いてたんですけど、最近まあ、車検切れてからしばらく置いてて、かけたらなんか、エンジンがね、ガラガラ音が鳴るようになっちゃいました。まあ、とりあえずちょっとかけてみましょう。こうね、タコメーターついてます。うん。このね、ガラン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 って、音が鳴るようになっちゃいました。ちょっとエアコンつけてみようかな。おー、涼しい。お、止まっちゃった。ちょっとアイドリングが不安定なところあるかもしれないですね。エアコンめっちゃ涼しい。よいしょ。外から吹いた感じが、こんな感じの音がしてますね。まあこんな感じですね。よっと。まあなので車検取って乗る場合は、直して乗られることをお勧めします。よいしょー。よっ。エンジンルームはこんな感じですね。CG10E この 997cc のエンジンが乗ってますね。ミッションは5速マニュアルですね。次後ろ。よいしょ。この車の特徴がですね、ものすごいこのリアゲートがでっかく作ってあります。でちょっとダンパーがたまに落ちてくる時があるんで、まあ、こんな感じでつっかえ棒をしときます。まあトランクはこんな感じですね。この辺がねよく作ったなって感じですよね。で一応、この車が、
まあトランクスルーというかですね、まあ、一応長物も詰めるようになってます。よいしょ、うん、こんな感じですね。うん、でここが完全にフラットにはならないんで、こうフルフラットにはならないタイプのやつですね。うん、よいしょ、よっ、よし。で、この車はですね、リアのショックアブソーバーが抜けてるんで、こんな感じで、こう、すげえ揺れます。まあ、K118 用のね、ショックアブソーバーなんか、新品で、何だっけ、まあ、社外のやつが出てるので、まあ、それをつけるといいと思います。まあ、現状一応動くけど、もうこの敷地内の移動とかそういうのだけ基本的にできる感じなんで、もし引き取りに来られる場合も赤車で来てください。もうちょっと輪番取って乗っていくっていうのは多分しない方が賢明だと思います。こんなエンジンガラガラいってる状態でね、うん、なのでまあ本当にもう欲しくて欲しくてたまらないって直して乗るぞっていう人のがね、こう入手されるといいと思います。で、 Google フォトの方にもたくさん詳細な画像撮ってアップしてあるんで、そちらも確認されてください。でね、もう開始価格もゼロからスタートなので、まあ人によってはラッキーな価格で、ね、手に入ると思います。なんかね、店舗の飾りとかでもそろそろすごい様になるやつだと思うんで、まあこれ動画は先にちょっと公開しちゃうんですけど、まあオークションがリンクに貼ろうと思うんで、ね、オークション公開されるまで待っててください。あ、言い忘れた、これオーディオがね結構いいのついてます。ね、これウーハーなのかな、スピーカー、これ後ろの2つと座席の下になんか2つずつウーハーがついてるんで、なんか腹に響く音がします。うん、これ乗ってた頃はですね、すげー楽しかったですよ。うん、で、まあ、997cc なんで税金も自動車で2万5000円ぐらいでしたね。うん、まあとってもいい車で、中身は国産車なんで検討してみてください。というわけでフラッチでした。